ハローラー、こんにちは。パーカッションの高見です。今回は中古のパーカッションについていろいろ語っていきたいと思います。はい、これ結構気になっている方多いのではないかなと思います。実際ね、質問も多くいただきますので、この動画の前半で中古でパーカッションを購入する、例えばヤフオクさんとかメルカリさんとかハードオフさんとかね、えー、購入する際に、まず、えー、中古の打楽器ありなのかどうなのか。 まあそれからね、購入する場合に気をつけることなんかをえ解説させていただいて、動画の後半では、実際僕ね、中古で、はい、ボンゴを購入しましたので、この買ったばかりのね中古のボンゴを購入した後、どういうふうにメンテナンスをしていくのかっていうのをお見せしたいかなと思います。はい、それでは早速いってみましょう。はい、まずそもそもですね中古のパーカッションありなのか、なしなのかっていうところなんですけども、結論、ありでございます。はい、もうありありのありっていうかね、 なななしいいい理由がないっていう感じです、はい、このパーカッションっていう楽器の特性上と言いますかメーカーさんの特性上と言いますかですねこの過去に作られていた製造されていた楽器で今は作られていないみたいな楽器って結構あったりするんですよはいいわゆる廃盤品というかね限定商品みたいな形で、えー、ああの頃の、えー、あのメーカーのあの職人さんが作った楽器が欲しいなみたいなね まあ、こだわっていくとそういうところまで、えー、行くんですけども、まあ、そこまでこだわらなくてもね、シンプルに予算をちょっと抑えたいなと、えー、新品価格よりはちょっと抑えたいなという方でも中古で選んでいただいて全く問題がございません。はい。はい、じゃあ実際に中古商品見てみましょうかと、どういうことに気をつければいいのかなというところなんですけれども、今回、ボンゴとかね、コンガ、革、えー、物の太鼓の、えー、商品でお話ししますけれども、まあ、他の楽器についてもね、 えー、大体同じようなことが言えるかなと思いますので各楽器についてはねちょっと置き換えて聞いていただければと思いますはいで、えー、太鼓なので、まあ、大きくですね3つのパーツ気をつけるべきポイントというかチェックポイント3つしかありませんはい3つどれかというとまずヘッド革ですね座面の部分ですそれからこのヘッドを止めている金属パーツフープとかラグとかいったりしますけれども金属パーツ それからボディの部分ですね。シェルとかいったりします。まあ大きくこの3つしかパーツがありませんので、まあこれについて見ていけばいいというところです。で、例えばネットなんかでね、購入するとき、パッと見でわかる。パッと見で判断する方法としては、やっぱりヘッド、革の状態ですね。こうパッと見て判断できるのがですね、この上の部分。はい。こう一色に真っ白にこう染まってますよね。下の部分はちょっと半透明な感じなんだけれども、この革、上の部分はこう真っ白く。 染まっていると、はい。これっていうのはもう皮を伸ばしきった、伸びきった状態なんですね。長年使っていたと、えー、言ってもいいし、えー、皮をね強いテンションで長時間貼ると、まあ、このような色になるんですけれども、えー、こういった場合交換が必要になります。はい。対して、えー、このボンゴのようにですね、まだあんまりこう白く ななっているところが少ない半透明のところが多い革に関してはまだまだ全然使えるよっていうかね交換の必要がない新品にねちょっと毛が生えた程度の革であるので全く問題がないという判断になりますで例えばパーカッションメーカーの大手 LP マイネルゴンボップスパールあたりのコンガやボンゴであれば替えのヘッドっていうのは比較的 手に入りやすいかと思うんです。けれども、それ以外のメーカーだとね。なかなか手に入らない。お取り寄せに何ヶ月もかかるといったこともありえますので、まあ、そんね。お目当ての楽器のヘッドが手に入りやすいのかどうなのかえー、実際手に入るのかなっていうのをね。調べていただくと安心確実かなと思います。はい、この辺まあちょっと難しいので、ね、もしわかんなかったらコメント欄で質問してください。はい。 でこういうふうに皮が伸びきっている場合とかね古い楽器の場合はこの金属パーツまで影響している場合がありますどういうことかというとですねこの皮を押さえているフープっていうものもともとまん丸なんですけどもこれがだんだんね歪んでくるっていうか歪んでくることがあるんですねはいまん丸だったものが楕円状になっちゃったり変にこうねいびつに歪んでしまうっていうことが結構この皮のテンションが強いのでそういうことがありますはい で、もう変形しちゃったフープの場合はチューニングがものすごく合いづらくなる音の調律調整っていうのはすごく難しくなるのでこれは購入をおすすめしませんはい、えー。できれば買わない方がいいでしょうで、そういうねフープの <laughs> 歪みまで、えー、初めて買うのにわかんねえよって、えー、いうところだと思いますので販売元ね、えー、出品者さんとかお店でねフープの歪みどうですかと、えー、状態を 確認していたパッと見て、えー、もうピカピカで綺麗ですっていう場合は、まあ、そんなに心配ないかなっていうところなんですけども微妙にサビが見えるとかね微妙にくすみが見えるっていうフープの場合若干リスクがあることだけ覚えておいてくださいはいで最後気をつけるポイントボディーでございます えー、長年使っているとですね例えばボンゴなんかはこのボディに縦のね亀裂、まあ、クラックっていうんですけど割れちゃうことがあるんですねこのボディがはいなので、えー、それだけないかなっていうのだけ確認していただければと思いますこれもね、えー、販売元出品者さんなどに確認して、えー、もらうといいかなと思いますはい、まあ、今回買ったこの中古のボンゴ、えー、クラック ななかったわけけんですけれども例えばね僕が使っているポンゴ実ははいこの高い方がねクラックしちゃってます。はい。で多分この動画で確認できないぐらい見にくい見えないまあほにね本人すら気づかないようなねクラック割れっていうものがあったりしますので、えー、この辺は入念に確認していただくとよろしいかなと思います。ク、まあ、クラックがあってもね 最悪叩けるんですけれどもできればない方がいいですよねはい、えー、ボディに関してはこう割れてしまうリスクだけあるということだけ押さえておいていただいて、えー、出品者さんにね確認していただくといいかなと思いますはいというわけでまとめますと中古でパーカッション購入する場合注意ポイント大きく3つあります1つはヘッド革の状態ですね伸びきっていないかどうか、えー、またこの替えのヘッド交換用のヘッドが手に入りやすいものなのかどうかっていうのをチェックするっていうことですはい 2つ目は金属パーツ、まあ、特にフープでございますこれがね、えー、歪んでいないか、まあ、あるいはサビとかねサビはパッと見てね気づくかなと思いますし、まあ、頑張れば、えー、自分でクリーニングして錆落としなんかもね、えー、できるかと思います、えー、このフープの状態をチェックしていただくというところで最後ボディに関しては、まあ、見えないようなねクラックがあったりしますので、えー、そこだけ注意していただければと まあいずれもね、えー、写真で判断できないっていうような、えー、内容が多いかなと思いますので、この辺は出品者さんとか販売元に確認していただくとよろしいかなと思います。はい。まあ、それ以外でね、えー、こんなこと気になってますっていうのがあれば、ぜひコメントで、えー、聞いてください。はい。はい、ではここからですね、実際に購入したこの中古のボンゴ、これをちょっとメンテナンスというかね、クリーニングしていきたいと思います。具体的には、まあ、この革のクリーニング、えー、金属パーツのクリーニング、 あと最終的な微調整っていうのを行っていきたいと思います。はい、僕の場合はですけども、中古でね、楽器を購入したらもう一回全部バラして、もうパーツごとにバラして、完全にクリーニングしてピカピカにしていっちゃいます。で特にこういう本革の太鼓の場合ですね、まあ、言ってしまうとこの皮に前のオーナーさんのね、手垢とか手汗とか存分についてますので、えー、まあその辺もね、気になる方はもう洗っちゃった方がいいと思います。はい。 まあ乾燥させること前提ですけれどもえ水洗いしてしまってえ石鹸とか使ってねもうゴシ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 もう体洗うみたいにえ動物の皮ですから洗ってしまってもいいしえ水つけるのやだわっていう場合は紙ヤスリとかでえやすって汚れを落とすえ風にしてもいいかなと思いますはい今回このボンゴなんと1万円でえ購入しましたねはいまあ知ってる方からすれば かかなり安いいっていうかね、超解読じゃんっていう、えー、ものなんですけれども状態も全然悪くないのでこれは良かったなと、えー、レッスン等でね使っていきたいと思っておりますはい、まあ、こんな感じでパーツを外して、えー、あとはマジックリンとかね薬剤につけてピカピカにしていきたいと思います でこれも完全に僕の好みの問題なんですけれどもだたいねこの本革ものはこういう印字されているメーカーのロゴとかね落としちゃいますだいたい上光液とか、ね、こういうデザインナイフで落とせますのでこう何もないねありのままの革の姿を見せたいということで はいこんな感じでねきれいになりましたはいというわけでですねクリーニングもろもろ 完了ででございいいますす時間ぐらいですか、ねはい、もうほとんどねさもなかったんで金属パーツもマジックリンでも鏡面のごとくですねもうピカピカになりました、えー、皮をちょっとね濡らしてしまったのでまたちょっとしばらく、えー、2日ほどね乾燥させる必要があるのでまああんまりハイピッチにはできないんですけれども、まあ、とりあえずバランスを、えー、取るところまでチューニングしたと。 いいう形ですはい、これでまあ乾燥させて、まあ、ようやく叩けるとまあ、こういったね手間を <laughs> どう思うかっていうところですねうわそこまであのちょっと、えー、きついなっていうかねめんどくさいわという人は、まあ、新品を、えー、買うとよろしいでしょうしまあ、こういったねケアというか、えー、修理修復クリーニングまで含めて楽しめるよという方ですごく向いてると思いますのでまあ、中古楽器ね全然いいんじゃないかなと思いますはい。 はい、こんな感じでね、僕も多分に中古を利用しておりますので、ぜひ検討していただければと思います。なんかわかんないことなどあればですね、コメント欄で聞いていただければと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報を大変マニアックに発信しております。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。またメンバーシップやっております。メンバーシップの制度を使ってですね、このチャンネルのサポーター様大募集しておりますので、よろしければご参加いただけると嬉しいです。また毎週日曜日には YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、ぜひ参加していただければと思います。というところで、え、ー 今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。